アスカ時代592年710年は日本の歴史上最初の本格的な中央集権国家である大化の改新645年から始まりましたアスカ時代には大陸から 多くの文化が伝来し、朝廷では仏教が広まりました。アスカ時代の都は、最初はアスカでしたが、その後、何話や平城京などに移りました。アスカ時代には、聖徳太子、 聖徳太子がスケジ的な指導者として活躍しました。彼は日本最古の法典である養老律令を制定しました。飛スカ時代には聖徳太子の教えを広めるために 蘇我の馬子、蘇我の馬子、やモノノベノモリア、モノノベモリア、といった有力な豪族が支援しました。アスカ時代には、日本最古の歴史書である、日本書紀、が編纂されました。 これは、神話から、アスカ時代までの歴史を記録したものです。機内地域を中心に、多くの寺院や仏像が建立されました。特に、法隆寺やアスカ寺は有名です。アスカ時代には、 中国の隋や唐との交流が盛んに行われました。日本からも留学生が派遣され、文化や技術の受け入れが進みました。皇族同士の争いや政治的な混乱もありました。そのため、アスカ時代はしばしば、 内乱野生変の時代ともいわれますアスカ時代には遣唐使と呼ばれる使節団が唐へ派遣されました彼らは日本の文化や政治を学び帰国後にそれを取り入れましたアスカ時代には 農耕技術や鉄器の製造技術が進歩しました。これにより、農業生産力が向上し、人々の生活水準が向上しました。アスカ時代には、陶磁器の製造も始まりました。特に、 朝廷や豪族の間で高級な磁器が作られました。アスカ時代には機内の政治や文化が栄えましたが、地方の豪族も独自の文化を築きました。地方の豪族と朝廷の間には緊張関係もありました。 アスカ時代には、日本最古の仏教寺院である法隆寺が建立されました。法隆寺には、日本最古の木造建築物である法隆寺近藤があります。アスカ時代には、 聖徳太子の支援を受けて、多くの寺院が建立されました。これにより、仏教の影響力が広がりました。アスカ時代には、機内地域で、中央集権的な支配体制が築かれました。 豪族や有力な士族は、朝廷に仕えることで権力を維持しました。アスカ時代には、農民や奴隷といった社会の仮想階級も存在しました。彼らは、土地や労働力を提供し、豪族や朝廷に仕えました。 アスカ時代には、書道やシーカが盛んに行われました。また、音楽や舞踊も重要な文化活動でした。アスカ時代には、祭祀や宗教行事も重要な社会の一部でした。 祭りや神事は、地域ごとに異なる習慣や信仰がありました。アスカ時代には、機内地域で、金属細工や装飾品の制作も行われました。金銅や銀の装飾品は、豪族や官人の間で、 贈り物や象徴として重要視されました。アスカ時代には、機内地域で、陶磁器の生産も盛んに行われました。特に、正紀、正期、って呼ばれる灰色陶器が有名です。 アスカ時代には、宮中での儀式や祭祀が盛んに行われました。これらの儀式は、天皇の権威や神聖性を象徴するものでした。アスカ時代には、機内地域で、考えや推理システムが整備されました。 水田の開発や排水技術の向上により、農業生産性が向上しました。アスカ時代には、法隆寺やアスカ寺などの寺院が、官僚や学僧の育成施設としても機能しました。ここで学んだ人々が、 仏教の教えを広める役割を果たしました。アスカ時代には、中国からの使節団が訪れる際には、盛大な歓迎行事が行われました。これは、外交や国交の重要性を示すためのものでした。 アスカ時代には、機内地域の政治的な中心が変動しました。大化の改新後はアスカが中心でしたが、その後は、マンや平城京などに移りました。アスカ時代には、機内地域で静止技術が導入されました。 これにより、書物や文書の制作が容易になり、知識の普及に寄与しました。アスカ時代には、仏教の影響を受けた美術や彫刻が発展しました。特に、アスカラの、聖徳太子像、 野放流子の、法王堂の壁画は有名です。アスカ時代には、外交関係の構築や貿易が活発に行われました。中国や朝鮮半島との交流があり、文化や商品が交換されました。 アスカ時代には、皇族や有力者の間で、異父兄弟の関係が一般的でした。これは、権力の均衡を保つために行われた政治的な手段でした。アスカ時代には、ムツ現在の福島県、 出身の武将、坂上田村麻郎、坂の上田村の麻郎が活躍しました。彼は、蝦夷、江西の討伐や東北地方の統治に功績を残し、後の平安時代の武士のモデルとなりました。 アスカ時代には、都の周辺に、カンガ、カンガっ、って呼ばれる行政機関が設置されました。カンガは、税の徴収や行政業務を担当し、地方統治の拠点となりました。 アスカ時代には、日本最古の和歌集とされる、万葉集が編纂されました。この歌集には、当時の人々の生活や感情が読まれており、文学的な価値が高いです。アスカ時代には、 儒教の影響も広まりました。儒教の教えは、朝廷の統治や倫理観念に、大きな影響を与えました。アスカ時代には、ヤマト、ヤマト、の王と呼ばれる五つの国が統一されました。 これにより、機内地域の支配が一層強化されました。アスカ時代には、天行家や豪族の間で背、固め、を持つことが一般的でした。背は、 身分や家族の系統を示すために用いられました。アスカ時代には、学問や教育の重要性が認識され、学問所や学校が設立されました。学問所では、関石や仏教の教えが教えられました。 アスカ時代には、陸上交通や海上交通が発達しました。道路や船舶の整備により、人や物資の移動が容易になりました。アスカ時代には、農業技術の向上に伴い、穀物や野菜の生産が増加しました。 これにより、食料の供給が安定しました。アスカ時代には、宮中での雅楽、雅楽が盛んにそうされました。雅楽は、宮廷の儀式や祭祀の際に演奏される伝統的な音楽です。 アスカ時代には、機内地域で養蚕業が行われました。子から糸を取り、絹織物の生産が行われました。アスカ時代には、農民や職人などの身分が固定化され、身分制度が発展しました。 社会の階層が明確になりました。アスカ時代には、民衆の間で、民間信仰が熱よく残りました。山岳信仰や水神信仰など、自然や地域の神々への信仰が行われました。 アスカ時代には、六国、現在の福島県、出身の武将、佐ハウエラ・ソンマロ、セハのウェ村のマロを、た、東北地方の統治に力を注ぎました。彼は、 東北地方の平定や開拓に尽力しました。飛鳥時代には、機内地域で、電池の測量や教会の管理が行われました。これにより、土地の所有権や税の徴収が円滑に行われました。 アスカ時代には書籍の複製が行われました。書写、書写と呼ばれる技術で書物を死写紙で複製することが行われました。アスカ時代には美しい庭園や池が作られました。 これらの庭園は、景観の美しさや心の安らぎを追求したものでした。飛鳥時代には、宮中や豪族の間で、華道や行道などの芸術が愛されました。花や香りを楽しむことが重要視されました。 アスカ時代には、蘇我氏や物部氏などの皇族が政治的な中心となりました。彼らは、朝廷の重要なポストを占め、政治的な発言力を持っていました。アスカ時代には、機内地域で、 土地の測量や地籍の整備が行われました。これにより、土地の所有や境界が明確化され、土地の管理が効率化されました。アスカ時代には、朝廷や豪族の間で、洋風の服装や髪型が流行しました。 これは、中国や朝鮮半島からの文化的影響によるものでした。アスカ時代には、陶磁器の用業が盛んに行われました。地方には、数多くの窯が存在し、機内地域の需要に応えるための生産が行われました。 アスカ時代には、機内地域で都市が形成されました。これらの都市は、政治、経済、文化の中心地として機能しました。アスカ時代には、陸上交通としての道路整備が進みました。 主要な交通路は整備され、物資の輸送や人の移動がスムーズに行われました。アスカ時代には、彫刻技術が発展し、木や石に彫られた仏像や神像が制作されました。これらの彫刻作品は、 美しい細部表現や精緻な彫刻技術を特徴としています。アスカ時代には、宮中や豪族の屋敷には、広大な庭園が作られました。これらの庭園は、自然の風景を取り入れ、 美しい景観や心の静寂を追求しました飛鳥時代には九州や豪族の間での雅楽や舞楽楽が盛んにそうされましたこれらの楽曲や舞は儀式や行事の際に演じられ 宮廷の華やかさを演出しました。アスカ時代には、機内地域で、盛んに貿易が行われました。中国や朝鮮半島との交流が盛んであり、文化や商品の交換が行われました。 アスカ時代には、仏教の教えや僧侶の存在が、庶民の間に広まりました。民衆の信仰対象となり、宗教的な慣習や風習が形成されました。アスカ時代には、朝廷や豪族の間で、 陣営、人梅、が組織されました。陣営は、宴会や儀式などの社交活動や軍事行動の拠点として使用されました。アスカ時代には、機内地域で、豪族や官人の邸宅が建設されました。 これらの邸宅は、壮麗な建築や豪華な装飾が施され、権力や富の象徴としての役割を果たしました。アスカ時代には、書道が広まり、文字の美しさや正確さが重視されました。特に、 漢字の書き方や筆の使い方が研究され、書道家が排出されました。アスカ時代には、機内地域で漁業が盛んに行われました。海岸線や内水域での漁獲が重要な経済活動となり、 海産物の供給が増えました。アスカ時代には、機内地域で、仏教の僧侶が、多くの寺院を混流しました。これらの寺院は、信仰の拠点としてだけでなく、 文化や教育の中心としての役割も果たしました。アスカ時代には、音楽や舞踊が、宮中や豪族の娯楽として楽しまれました。特に、雅楽や舞楽が、宴会や祭礼の際に演奏され、 華やかな雰囲気を作り出しました。アスカ時代には、宮中での祭りや儀式が盛んに行われました。特に、新年や収穫祭などの季節の節目には、豪華な祭りが開催されました。 アスカ時代には、宮中での服飾が華やかで多様化しました。貴族や官人は、絹や綾などの高級な素材を使用した豪華な衣装を身に着けました。アスカ時代には、宮中や豪族の間での画弦、崖、 が中心されました。画源は、上品な、表現や正しい文法に基づく美しい言葉遣いを指しました。アスカ時代には、陸上交通のための道路整備が進められました。主要な道路は、 福音を広くとり、舗装や橋梁の整備が行われました。これにより、交通の円滑化と遠距離交流の促進が図られました。アスカ時代には、和紙の製造が盛んに行われました。和紙は、 文書や絵画の媒体として広く使用され、書道や絵画の発展に寄与しました。アスカ時代には、農業技術の改良が進められました。水田の整備や稲作技術の改善により、米の生産量が増加しました。 アスカ時代には、機内地域で土木技術の発展が見られました。川の疎水や治水事業、灌漑施設の整備が行われ、農業生産性の向上に寄与しました。アスカ時代には、 機内地域での都市計画が重視されました。街道や川川沿い移仁都市が形成され、区画整理や公共施設の建設が行われました。アスカ時代には、宮中や豪族の間で、自分の創作が盛んに行われました。 和歌や漢詩など文学的な作品が愛され文化の発展に寄与しましたアスカ時代には宮中や豪族の間での屏風絵が流行しました屏風には風景や花鳥が 歴史的な場面などが描かれ、美術の一環として楽しまれました。アスカ時代には、陸の国や出羽の国、現在の山形県、などの東北地方が、文化的な交流の中心地となりました。 アスカや平城京からの派遣施設や学僧が東北地方を訪れ、文化や宗教の普及に寄与しました。アスカ時代には、機内地域での工芸品の制作が盛んに行われました。金属細工や漆器、染色品などの技術が発展し、 高品質な工芸品が生み出されました。アスカ時代には、機内地域で陶磁器の製作が盛んに行われました。水器や瀬戸器などの陶磁器が作られ、美しい装飾や彩色が施されました。 アスカ時代には、皇族や官人の間での馬術が重要視されました。馬の飼育や乗馬技術が発展し、馬ごと文化が栄えました。アスカ時代には、機内地域での畜産業も盛んに行われました。 牛や豚、鶏などの家畜が飼育され、肉や乳製品の供給が増えました。アスカ時代には、宮中や豪族の間での花取り写し、体がきが流行しました。 花や鳥の絵画が描かれた和紙や屏風が作られ、美術の一環として楽しまれました。アスカ時代には、機内地域での漁業が、重要な産業となりました。海や川での漁獲が行われ、魚介類が広く消費されました。 アスカ時代には、宮中や豪族の間での茶の湯が楽しまれました。中国から茶の輸入が始まり、茶道の文化が根付きました。アスカ時代には、機内地域での演劇や舞踊が発展しました。 宴会や祭りの際に舞台が設けられ、舞い上げ機が上演されました。アスカ時代には、機内地域での木工技術が発展しました。家屋や家具の建築において、高度な木材加工技術が用いられました。 アスカ時代には、宮中や豪族の間での長獣狩り、長獣狩りが行われました。狩猟は娯楽として楽しまれ、その技術や装備も重視されました。アスカ時代には、 機内地域での工業が行われました。金や銀、鉄などの鉱物資源の採掘が行われ、金属製品の生産が盛んになりました。アスカ時代には、機内地域で、風ロ、ロ、 が普及しました。温泉や湯治の文化が根付き、健康や癒しの場として利用されました。アスカ時代には、機内地域での香木の利用が広まりました。香木を燃やして香りを楽しむことが行われ、 宮中や豪雨のあやつで贅沢な香りが愛されました。アスカ時代には、機内地域での造船技術が発展しました。木材を用いた船舶が建造され、海上交通や漁業の発展に寄与しました。 アスカ時代には、機内地域での萎縮技術が進歩しました。石材を用いた建築物や石碑の製作が行われ、美しい彫刻や建築物が作られました。アスカ時代には、機内地域での紙幣の使用が始まりました。 貨幣経済の発展とともに、紙幣が流通し、経済活動を支える役割を果たしました。アスカ時代には、機内地域での都市防衛が重視されました。城郭や城壁の建設が行われ、 機内の政治や文化の中心地を守る役割を果たしました。アスカ時代には、宮中や豪族の間での宴会や祝宴が盛んに行われました。美味しい料理や酒を楽しむことが重要視され、食文化が発展しました。 アスカ時代には、宮中や豪族の間での遊びが盛んに行われました。ボードゲームや賭博、駆け引きのある娯楽が、人々に楽しみとなりました。アスカ時代には、機内地域での教育機関が設立されました。 観学や私塾が起こり、学問や文化の発展に貢献しました。アスカ時代には、機内地域での医療が発展しました。仏教の僧侶や医師が、病気の治療や薬の製造に従事し、人々の健康を支えました。 アスカ時代には、機内地域での狩猟や釣りが行われました。人々は、自然の中での活動を楽しみ、狩猟や釣りの技術を磨きました。アスカ時代には、機内地域での祭りや祝祭が多く行われました。 豊作や安全、繁栄を祈願するための祭りや、神社での神事が盛んに行われました。奈良時代は、710年から794年までの時代で、日本の歴史上の時代区分の一つです。奈良時代は、 日本で初めての本格的な首都として、平城京、平城京が建設されました。奈良時代の初代天皇は、天武天皇、天武天皇です。奈良時代の第二代天皇は、 もちみつる天皇、自童天皇、であり、東大寺の建立を命じました。奈良時代には、多くの仏教寺院が建立されました。代表的なものに、東大寺、東大寺、 夜光福寺、光仏寺、などがあります。奈良時代には、法隆寺、法隆寺が建立されました。法隆寺は日本最古の木造建築であり、国宝として現在も存在しています。 奈良時代には、日本最古の公文書である、冠移住二階、冠移住二階が作られました。奈良時代には、機内地域での朝廷の中央集権化が進み、地方豪族の力が抑えられました。 奈良時代には、と、唐との交流が盛んに行われ、文化や技術の伝来が起こりました。奈良時代には、国家の管制が整備され、官人や役職が設置されました。奈良時代には、 医界制度が確立されました。医界は、官僚や貴族の地位を示す制度であり、後の時代にも影響を与えました。奈良時代には、焦燥院、焦燥院が建設されました。 正倉院は、宝物や貴重な文化財を保管するための施設であり、現在もその一部が残っています。奈良時代には、日本最古の歴史書である、日本書紀、日本書紀が編纂されました。 日本の神話や歴史が記録されています。奈良時代には、肘利武天皇、聖武天皇、合則医し、大化の改新、経化の改新を実施しました。この改革により、 中央集権化が進みました。奈良時代には、官人の中でも、最も好意の地位である、大納言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 が設置されました。 奈良時代には、官人の中でも理解が高く、朝廷の政治や行政に携わる議、寸義、寸義が存在しました。奈良時代には、文化や学問の発展が見られました。 漢文学や仏教の教えが学ばれ、詩文や歴史書の制作が行われました。奈良時代には、国家の財政を管理するための、律令制度、律令制度が整備されました。 これにより、租税や土地の管理が行われました。奈良時代には、貴族たちは、科学、科学、病学、科学、などの宮廷音楽や舞踊を楽しみました。 奈良時代には、ムツコ現在の福島県、出身の坂上田村麻呂坂の上田村の麻呂が、東北地方の統治に尽力し、その部勇伝が広まりました。奈良時代には、 東大寺の大仏、大仏が作られました。大仏は高さ約15メートルで、当時の日本最大の仏像として建立されました。奈良時代には、貴族たちは、雅や風流、 風流、お文字、合唱,合唱、合唱、呼ばれる華やかな称号を用いました。奈良時代には、陶磁器の生産が盛んに行われました。殻風の青磁や白磁が作られ、 貴族や寺院に使われました。奈良時代には、官が、官が、と呼ばれる地方行政機関が設置され、地方統治が行われました。奈良時代には、五騎七道五騎七道 呼ばれれる地方行行政区分が行われました日本の地域区分の基礎となりました。奈良時代には、宮中での貴族たちの間での華やかな装束や装飾品の使用が流行しました。特に、 織物や刺繍が宣伝されたものとなりました。奈良時代には、日本最古の辞書である、和名類受賞、和明類受賞が編纂されました。和名類受賞は和漢辞典であり、 当時の言葉や用語を収録しています。奈良時代には、中国の文化や制度が導入されました。中国の経典や儒教の教えが学ばれ、朝廷の中央集権化が進みました。奈良時代には、 天皇や貴族たちは、和歌の創作に熱心であり、多くの和歌集が編纂されました。代表的なものに、万葉集、万葉集、があります。奈良時代には、 仏教寺院や宮廷には多くの僧侶が在籍し仏教の教えや修行が行われました。また僧侶たちは文化や教育の担い手としても活躍しました。奈良時代には官人の中でも理解が低く 官僚組織の下級管理として活躍した、と、半岸、ああ、上国、半岸が存在しました。奈良時代には、日本最古の法令集である、大法律令、 大法律令が返案され国家行政の基盤となりました。奈良時代には寺院や官画に僧侶や官人が集まり学問や修行が行われました。これが 阿フの学問の中心地である、寺学、地学の始まりとなりました。奈良時代には、貨幣経済が発展し、銅線や銀線が使用されました。これは、 中国の貨幣制度の影響を受けたものです。奈良時代には、宮中での宴会や儀式において、華やかな装飾や食事が提供されました。宴席では、舞踊や音楽が披露され、文化の発展が見られました。 奈良時代には漢字文化が栄え書道や詩文の創作が盛んに行われました書道家や詩人が多く登場しその作品は後世にも影響を与えました奈良時代には寺院や宮廷に 多くの美術品が作られました。仏像や仏画、屏風絵などが制作され、日本の美術の基礎が築かれました。奈良時代には、陶磁器の制作が盛んになり、カラフーの陶器が作られました。 特に、山菜陶器や瀬戸焼きが広く愛されました。奈良時代には、宮中や貴族たちの間で、華麗な舞踊が楽しまれました。雅楽の伴奏に合わせて回れ、華やかな舞台が展開されました。 奈良時代には、官画や地方の支配機構として、軍事、軍事、国士、の、いえ、が設置れ、地方行政が行われました。奈良時代には、 貴族や官人の間で文学の創作が盛んに行われました和歌や漢詩が愛され多くの文学作品が生まれました奈良時代には宮中や貴族の間での華やかな衣装や奏信具の流行がありました 絹や宝石を使った豪華な装飾が施され、風流な装いが重視されました。奈良時代には、宮中や貴族の間での茶の湯が広まりました。茶の湯は、仏教の影響を受けた禅の修なめ型法としても重視され、 美的な茶道具や茶室が作られました。奈良時代には、宮中や貴族の間での遊びや競技が行われました。弓道や騎馬戦、釣りや狩猟などが、人々の娯楽として楽しまれました。 奈良時代には、日本最古の宮中楽団である、宮中楽、空楽が形成されました。雅楽や舞楽の演奏が行われ、宮廷の華やかさを演出しました。奈良時代には、 仏教の教えや宗教行事が、庶民の間にも広まりました。寺院や神社での参拝や修行が行われ、信仰生活が営まれました。奈良時代には、藤原氏、藤原氏、平地、 などの有力な氏族が起こりました。これらの氏族は、後の時代に政治的な中心となり、歴史に大きな影響を与えました。奈良時代には、 機内地域での農業が重要な経済活動でした。稲作が主体であり、水田の整備や灌漑技術の発展が行われました。奈良時代には、宮中での宴会や祭りにおいて、多くの料理や食材が使用されました。 魚介類、野菜、果物などが豪華に調理され、食文化の発展が見られました。奈良時代には、宮中や貴族の間でのシ歌カの競技や和歌の発展がありました。和歌は、贈答や宴会の場で読まれ、 優れた才能を持つ人々が排出されました。奈良時代には、六の国、現在の福島県の豪族である坂上田孫和炉が、東北地方の統治に尽力しました。その、 武勇伝や文化的な業績が伝えられ、後世にも名を残しました。奈良時代には、政治や行政を担当するための多くの官職が設置されました。その中でも、左大臣、左大臣、 大人、大人 <laughs>、最高位の官職として尊重されました。奈良時代には、東野白木、神田、といった外国との交流が盛んに行われました。 外交施設の派遣や文化の交流が行われ、日本の文化や制度に影響を与えました。奈良時代には、機内地域での漢画や寺院の境内には、多くの塔や仏像が建立されました。これらは、仏教の信仰とともに、 美しい造形や芸術性が高く評価されました。奈良時代には、機内地域での権力争いが起こりました。藤原氏や大友氏、大半氏、などの豪族間での清掃が激しくなり、 後の平安時代の政治情勢を形成しました。奈良時代には、寺院や宮廷の中で仏教の修行が行われ、多くの僧侶が高度な教養を身につけました。彼らは、後に、 文化や教育の普及に大きな役割を果たしました。奈良時代には、寺院や宮廷の中での宗教行事が重要視されました。仏教の法へや神事が行われ、人々の信仰心を深める場となりました。 奈良時代には、陶磁器や漆器、絹織物などの工芸品が発展しました。これらの製品は、宮廷や貴族の間で愛され、日本の美術品の歴史に大きな影響を与えました。 奈良時代には、官画や寺院において、法律や条例の整備が行われました。これにより社会秩序が整備され、国家統治が強化されました。奈良時代には、宮中や貴族の間での評判や人物の名声が重視されました。 才能や特効によって名声を得ることが、社会的な地位向上や成功の一環とされました。奈良時代には、日本最古の歴史の物語である、竹取り物語、竹取り物語、いや、伊勢物語、 伊勢物語が書かれました。これらの物語は、後の文学作品に大きな影響を与えました。奈良時代には、宮中や貴族の間での花鳥画が流行しました。 自然の風景や鳥獣などを描いた絵画が作られ、美的な表現が追求されました。奈良時代には、機内地域での畜産業が発展しました。牛や馬、鶏などの家畜が飼育され、 肉や乳製品が供給されるようになりました。奈良時代には、宮中や貴族の間での歌合わせ、歌合わせ、が行われました。才能ある歌人たちが競い合い、シーカの技量を示す場となりました。 奈良時代には機内地域での水運が発展しました河川や運河が整備され物資や人々の移動に利用されました奈良時代には機内地域での鉄器製造が盛んに行われました 鉄鉱石の採掘や精錬技術の発展により鉄製品の生産が増えました奈良時代には宮中や貴族の間での茶会が行われました仏教の影響を受けた禅宗の茶の湯が広まり茶道の文化が発展しました 奈良時代には、機内地域での金属加工技術が進歩しました。金や銀の細工品や装飾品が作られ、美しい工芸品として評価されました。奈良時代には、宮中での音楽の奏者である、雅楽師、 雅楽史が存在しました。雅楽は古代の音楽であり、宮廷の儀式や行事で演奏されました。奈良時代には、宮中での文化活動や行事に、多くの人々が参加しました。 宮中には、貴族や官僚、僧侶、芸術家、職人など様々な人々が集まり、文化の交流が行われました。奈良時代には、宮中での舞台芸術が盛んに行われました。 舞踊や劇が上演され、人々の娯楽として楽しまれました。奈良時代には、宮中での競技や試合が行われました。弓道や馬術、剣術などが行われ、武道の精神や技術が重視されました。 奈良時代には、宮中や貴族の間での献上品や贈り物の交換が行われました。美しい工芸品や珍しい品物が贈られ、外交や人間関係の構築に大きな役割を果たしました。奈良時代には、 宮中や貴族の間での鳥獣りが行われました。狩猟は、娯楽の一環として楽しまれ、その技術や装備が重視されました。奈良時代には、機内地域での木工技術が発展しました。 家屋や仏教寺院の建築において、高度な木材加工技術が用いられました。奈良時代には、機内地域での漁業が、重要な産業となりました。海や川での漁獲が行われ、魚介類が広く消費されました。 奈良時代には機内地域での漁業が重要な産業となりました海や川での漁獲が行われ魚介類が広く消費されました奈良時代には宮中や貴族の間での茶の湯が盛んに行われました 茶の湯は禅の治むなめ方法としても重視され日本独自の茶道文化が形成されました奈良時代には宮中での儀式や祭りにおいて舞踊や音楽が奉納されました舞楽や雅楽の演奏が行われ 華やかな儀式が執り行われました奈良時代には機内地域での医療が発展しました仏教の僧侶や医師が病気の治療や薬の製造に従事し人々の健康を支えました 奈良時代には、宮中や貴族の間での文芸の創作が盛んに行われました。歌や詩、物語が読まれ、文学の発展が見られました。奈良時代には、宮中や貴族の間での和歌の直線、 キータを定めれました。天皇や貴族たちが読んだ和歌の中から優れた作品が選ばれ、直線和歌集が編纂されました。奈良時代には、宮中や貴族の間での装束や髪型の流行がありました。華やかな、 衣装や美しい髪飾りが使用され、風流な装いが求められました。奈良時代には、宮中や貴族の間での遊びや競技が行われました。将棋愛護、すごろく、すごろく、などのボードゲームや、 弓道や騎馬戦などの武道が楽しまれました。奈良時代には、機内地域での漢画や寺院の建築が盛んに行われました。大規模な建造物や美しい彫刻が作られ、建築技術の発展が見られました。 奈良時代には、宮中や貴族の間での食事が重要視されました。美味しい料理や酒を楽しむことが重視され、高級食材や調理法の開発が行われました。奈良時代には、宮中や貴族の間での文教の振興が行われました。 学問や教育の重要性が認識され、書道や文学、仏教の研究が奨励されました。奈良時代には、機内地域での土木技術が発展しました。道路や橋梁、灌え施設の整備が行われ、 交通や農業の発展に寄与しました。奈良時代には、宮中や貴族の間での雅楽や舞学の研究が進みました。楽器の制作や演奏技術の向上が行われ、音楽文化が豊かになりました。奈良時代には、 機内地域での養蚕業が盛んに行われました。この飼育や繭の加工が行われ、絹織物の生産が増えました。奈良時代には、宮中や貴族の間での文化の交流が行われました。 外国からの留学生や施設が訪れ、異文化の交流や学問の発展が促されました。奈良時代には、宮中や貴族の間での狩猟が行われました。野生動物の狩猟は、貴族の娯楽として楽しまれ、 病犬や病具が使用されました奈良時代には宮中や貴族の間での茶の栽培が始まりました茶の栽培と製造技術の改良が行われ茶の湯の文化が広まっていきました奈良時代には 機内地域での陶磁器の製作が盛んに行われました。カラフーの陶器や白磁が作られ、美しい工芸品として評価されました。奈良時代には、宮中や貴族の間での儀式や祭りにおいて、多くの芸能が奉納されました。 舞踊や音楽の演目が披露され、宴会や祭りの華やかな雰囲気を演出しました。奈良時代には、宮中や貴族の間での行動が広まりました。香木や香料を用いて、心地よい香りを楽しむ香りの思考が重視され、 行動の技術が磨かれました。奈良時代には、宮中や貴族の間での書道が盛んに行われました。美しい筆文字や墨絵が作られ、書道の芸術が重要視されました。奈良時代には、 宮中や貴族の間での風流な雅の世界が重視されました雅や風情を重んじる生活様式や美的感覚が根付き文化の宣伝が進みました奈良時代には宮中や貴族の間での花の栽培と鑑賞が盛んに行われました 庭園や花壇に美しい花々が植えられ花の楽しみ方が洗練されました奈良時代には宮中や貴族の間での美容や身だしなみにも力が入れられました香料や化粧品の使用 髪型や装飾品の工夫が行われ、風流な美意識が追求されました。平安時代が、794年から1185年まで続いた日本の時代で、平安京、現在の京都、合首都となりました。 平安時代には、官武天皇が初代の天皇として即位し、平安京の建設を行いました。平安時代の中期には、藤原氏が朝廷の中心的存在となり、摂関政治が確立されました。 平安時代には、陰陽道や陰陽字が、宮廷で、重要な役割を果たしました。平安時代には、貴族や公家たちの間で、シーの創作が盛んに行われ、多くの直線和歌集が編纂されました。 平安時代には、武士が台頭し、武家政権が成立しました。平安時代には、平等院や清水寺などの、著名な寺院や仏像が建立されました。平安時代には、仏教が盛んに信仰され、 多くの寺院や僧侶が活動しました。平安時代には、貴族や公家の間での風流な生活が重視され、雅や風雅の世界が栄えました。平安時代には、宮中での宴会や儀式において、舞踊や音楽が奉納されました。 平安時代には、宮中や貴族の間での装束や髪型の流行がありました。平安時代には、六つこ現在の福島県の豪族である、佐川枝孫ダ・が、東北地方の統治に尽力しました。 平安時代には、宮中での雅楽や舞学が盛んに行われ、宮廷の華やかな雰囲気を演出しました。平安時代には、紀内地域での農業が重要な経済活動でした。平安時代には、 宮中や貴族の間での文学や文化の発展が見られました。平安時代には、宮中や貴族の間での茶の湯が広まり、茶道の文化が発展しました。平安時代には、源氏物語や枕草子などの物語が書かれ、 日本の文学史に大きな影響を与えました。平安時代には、貴族の間での狩猟や長寿崩壊、長寿崩壊が行われ、自然の中での遊びや娯楽が楽しまれました。 平安時代には、引用語病思想や音明道の影響を受けた音明寺が、仁義館において、祭祀や占い術を担当しました。平安時代には、法然や親鸞などの浄土宗の宗祖たちが誕生し、浄土思想が広まりました。 平安時代には、貴族や公家の間での華やかな装飾文化が栄え、屏風や刺繍などが制作されました。平安時代には、六つこ現在の宮城県、のっぷち藤原のひが、 東北地方の平定に功績を挙げました。平安時代には、六国、く、現在の岩手県の武将、安倍の生命が、怨尿道の校舎として名を馳せました。平安時代には、六国、く、 現在の福島県の武将、坂上田村丸は、港北地方の、て、えぞ、えぞ、広罰に活躍しました。平安時代には、貴族や公家の間での馬鹿や監視の創作が盛んに行われ、 多くの直線和歌集が編纂されました。平安時代には、六国、く、現在の福島県の武将、坂上田孫丸は、江北四方の、て、えぞ、えぞ、広罰に活躍しました。 平安時代には、機内地域での貨幣経済が発展し、銅線や銀線が使用されました。平安時代には、宮中や貴族の間での舞踊や音楽が奉納され、宴会や祭りの華やかな雰囲気を盛り上げました。平安時代には、 音量道や占いが、宮廷や貴族の生活に深く関わり、運命や吉凶を予測するために利用されました。平安時代には、貴族や公家の間での宮廷遊びが流行し、鳥酔いや花見などの娯楽が楽しまれました。 平安時代には、宮中や貴族の間での花の栽培が盛んに行われ、花の美しさや季節の移り変わりを楽しむ花合わせが行われました。平安時代には、機内地域での生死技術が発達し、和紙の生産が行われました。 平安時代には、機内地域での漁業や海運が盛んに行われ、交通や物資の流通が活発になりました。平安時代には、む国、く、現在の岩手県の武将、藤原の秀里や、 東北地方の平定に貢献し、平安時代の末期には道のく源氏が台頭しました。平安時代には、機内地域での水運が発展し、川や運河を通じた物流や旅行が行われました。平安時代には、 宮中や貴族の間での私分の直線。優れた作品が集められた直線和歌集が編纂されました。平安時代には、機内地域での養産業が盛んに行われ、木に織物の生産が発展しました。 平安時代には、宮中や貴族の間での仏教美術が栄え、多くの寺院や仏像が作られました。平安時代には、機内地域での陶磁器の製造が盛んに行われ、美しい陶磁器が作られました。 平安時代には宮中や貴族の間での茶の湯が広まり茶道の文化が発展しました平安時代には宮中や貴族の間での茶の湯が広まり茶道の文化が発展しました平安時代には むつこく、現在の宮城県、の部長、藤原の秀里が、東北地方の平定に功績をあげました。平安時代には、むつこく、現在の岩手県、の部長、安倍の生命が、 音量道の校舎として名を馳せました。平安時代には、六国、く、現在の福島県の武将、坂上田村丸は、江北四方の、て、えぞ、えぞ、合伐に活躍しました。 平安時代には、貴族や公家の間での和歌や監視の創作が盛んに行われ、多くの直線和歌集が編纂されました。平安時代には、六国、く、現在の福島県の武将、坂上田孫丸は、 江北四方の、て、えぞ、えぞ、合伐に活躍しました。平安時代には、機内地域での貨幣経済が発展し、銅線や銀線が使用されました。平安時代には、 宮中や貴族の間での舞踊や音楽が奉納され、宴会や祭りの華やかな雰囲気を盛り上げました。平安時代には、陰陽道や占いが、宮廷や貴族の生活に深く関わり、運命や吉凶を予測するために利用されました。 平安時代には、機内地域での製紙技術が発達し、和紙の生産が行われました。平安時代には、貴族や公家の間での宮廷遊びが流行し、鳥酔や花見などの娯楽が楽しまれました。平安時代には、 宮中や貴族の間での花の栽培が盛んに行われ、花の美しさや季節の移り変わりを楽しむ花合わせが行われました。平安時代には、機内地域での漁業や海運が盛んに行われ、交通や物資の流通が活発になりました。 平安時代には、六国、現在の宮城県の、串原の部長、藤原秀里や、東北地方の平定に貢献し、平安時代の末期には道の区源氏が台頭しました。平安時代には、 機内地域での水運が発展し、川や運河を通じた物流や旅行が行われました。平安時代には、宮中や貴族の間での自分の直線の、優れた作品が集められた直線和歌集が編纂されました。 平安時代には、六国、現在の宮城県、の部長、藤原の秀里や、東北地方の平定に貢献し、平安時代の末期には道の区源氏が台頭しました。平安時代には、 機内地域ででの農業が主要な経済活動であり、稲作が中心でした。平安時代には、宮中や貴族の間での文化が花開き、氷の影響を受けた絵画や彫刻が制作されました。平安時代には、むつこく、 現在の宮城県の部長、藤原秀里が、東北地方の平定に功績を挙げました。平安時代には、宮中や貴族の間での儀式や祭りが行われ、舞踊や音楽が奉納されました。 平安時代には、機内地域での陶磁器の製造が盛んに行われ、美しい陶磁器が作られました。平安時代には、むつこく、現在の福島県の武将、坂上田村丸は、江北地方の 映像。映像。広罰に活躍しました。平安時代には、機内地域での金属加工技術が発展し、鋳鉄や火事などが行われました。平安時代には、宮中や貴族の間での行動が広まり、 香りを楽しむ文化が育まれました。平安時代には、むつこく、現在の福島県の武将、坂上田孫丸は、江北四方の、て、えぞ、えぞ、罰に活躍しました。 平安時代には、機内地域での木工技術が発展し、建築や家具などの木製品が作られました。平安時代には、宮中や貴族の間での鳥獣りが行われ、ぴょ娯楽の一端とされました。 平安時代には、むつこく、現在の岩手県の武将、安倍の生命が、怨霊道の校舎として知られ、出廷で、重要な役割を果たしました。平安時代には、 宮中や貴族の間での料理が重要視され、美味しい料理や飲み物が楽しまれました。平安時代には、宮中や貴族の間での文芸の創作が盛んに行われ、歌や詩、物語などが生み出されました。平安時代には、 六国、現在の福島県の武将、坂上田孫マロは、東北地方の平定に大きく貢献しました。平安時代には、宮中や貴族の間での遊びや競技が行われ、弓道や馬術、 剣術などが重視されました。平安時代には、六国、現在の宮城県、の部長、藤原の秀里が、東北地方の平定に功績をあげました。平安時代には、 宮中や貴族の間での献上品や贈り物の交換が行われ、美しい工芸品や珍しい品物が贈られました。平安時代には、機内地域での医療が発展し、仏教の僧侶や医師が、病気の治療や薬の製造に従事しました。 平安時代には、宮中や貴族の間での宴会や祭りにおいて、舞楽や画楽の演奏が行われ、優雅な音楽の響きが楽しまれました。平安時代には、宮中や貴族の間での歌舞伎の形態が生まれ、舞台芸術として人気を博しました。 平安時代には、むつこく、現在の福島県の武将、坂上田孫マロが、東北地方の、決定映像、映像、討伐に尽力しました。平安時代には、 宮中や貴族の間での茶の湯が重要な儀式として行われ、茶の湯道具や茶碗が大切に扱われました。平安時代には、機内地域での建築技術が進歩し、寺院や宮殿などの美しい建築物が作られました。 平安時代には、宮中や貴族の間での文化の交流が行われ、外国からの施設や留学生が訪れ、異文化の影響を受けました。平安時代には、宮中や貴族の間での風流な生活が重視され、雅や風雅の世界が花開きました。 平安時代には、機内地域での陶器の製作が盛んに行われ、カラフーの陶器や磁器が作られました。平安時代には、宮中や貴族の間での儀式や祭りにおいて、舞踊や音楽の演目が奉納され、華やかな儀式が行われました。 平安時代には、宮中や貴族の間での教育が重視され、書道や文学、仏教の研究などが奨励されました。平安時代には、畿内地域での恩苗堂や恩苗字が、宮廷の中心的存在となり、政治や祭祀に、 大きな影響を与えました平安時代には宮中や貴族の間での衣装や装飾品の流行がありました華麗な衣装や宝飾品の使用が一般化し風格や品位を重んじる装いが求められました平安時代には 機内地域での絵画が発展し、風景画や人物画などが描かれ、日本独自の美術様式が形成されました。平安時代には、六国、現在の福島県の武将、安倍の生命が、 音量道の知識を活かし、規定で、占い山術の実践を行いました。平安時代には、宮中や貴族の間での文化の保護と発展が重視され、文学や美術、音楽などの芸術が繁栄しました。 平安時代には、畿内地域での馬の飼育と乗馬が盛んに行われ、騎馬戦や狩猟などに活用されました。平安時代には、宮中や貴族の間での学問の振興が行われ、儒学や仏教の教育が重要視されました。 平安時代には、機内地域での造園技術が発展し、庭園や臨戦などの美しい景観が作られました。平安時代には、六国、現在の福島県の武将、藤原秀里は、 東北地方の平定に功績を挙げ、道の区源氏の基礎を築きました。平安時代には、宮中や貴族の間での美容や身だしなみにも力が入れられ、香料や化粧品の使用が一般化しました。平安時代には、 機内地域での酒造業が発展し、美味しい日本酒が生産されるようになりました。平安時代には、宮中や貴族の間での文化の発信地としての役割が強まり、日本の文化が独自の進化を遂げました。 平安時代には、むつこく、現在の岩手県、木曹、阿部の生命が、怨霊道の知識を活かし、災害対策や政治的な助言を行いました。平安時代には、被内地域での文化の発展とともに、 日本の国風文化や伝統が形成され、後世に大きな影響を与えました。以上で、飛鳥時代、奈良時代、平安時代の雑学三略戦の朗読を終わります。今日も、 最後まで聞いていただきました方々ありがとうございました。皆様がぐっすり眠れますように。また明日も頑張りましょう。おやすみなさい。